ドラクエといえば、そういえばラミーノスケがツイッターでドラクエちょっとやりたいみたいな、あれさ、配信でドラクエ何したいとか、あのナンバリングって言ってた？ちょっとラミーノスケ、ゆきみんさんいるかな。そう、ナンバリング、あ、こうや、あ、出てる。そう、団長に相談受けてさ、ドラクエ5ってスーパーファミコン版、プレステ2版、あとスマホ版があるんだけど、どれがいいのみたいに言ってたんですけど、そう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 、え、なに ?5,4,6,8,11 の順番って言ってて、バカ野郎、1,2,3 してから11しろ、バカ野郎。ちょっとラミーに後がとつってくるわ。ネタバレはしないが、 1,2,3 してからやれ。 1,2,3 そんな長くないから。特に 1,2 に関してはそんな長くない。3がちょっとあれかもしれんけどね。やめな、 5,4,8 してなんで 1,2,3 しないの。なんで怒だよ。まあもちろんいいよ、11からしてもいいの、いいけども、11をねすぐやる予定がないのであれば 1,2,3 した方がいいかなと思うよな。ラミノスケはね、なんかそういう小ネタとかが超好きなタイプだと思う。あー、これ見たーみたいな、感動みたいになるタイプだから。勝手な想像。はい、ということでね、はい、前回のあらすじ